抹茶の粉にお茶を。それ本当はカウンター限定なんですね。はい、はい、カウンター限定です。で、お湯を入れたらお茶を立てていきます、はい。立て方は教わったんですか？はい。お裏表どこですか？裏線形、表線形、どちらですか？わかりません。わかりません。はい。はい、こちらは、こちらは自家製漬け込みレモンサワーといいまして、少しあの甘めのレモンサワーです。はい、レモンもお店で漬けてるわけです。あ、そうです、お店で。なるほど。少し甘めに漬けてるレモンサワーです。美味しそうですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。